皆さん、こんにちは。音楽コンサルタント、横田修林です。今日はですね、TSUTAYAさんが発表しました2014年レンタルシングルランキングを、見ていきたいと思います。まず早速ですが、こちらからご覧ください。はい、こちら、1位が切れてましたね。はい、1位から見ていきますと、嵐、妖怪ウォッチのゲラゲラボの歌、嵐、西野カナ、世界の終わり、という感じでランキングが、ずっとこう続いていくんですね。で、今これ1位から10位まで、見ていただきましたが、こんな感じでね、ドラえもんのね、ひまわりの約束とか、世界の終わりが、まあ、3つ入っていると。で、嵐というような感じになってるんですが、ちょっとこれ見て、あれっていうような感じに思われた方がいませんかね。これですね、これレンタルランキングなんですよ。でレンタルランキングで、今度ね、11位から見ますよ。11位から見ますと、こんな感じですね。はい、行き過ぎましたか？はい、嵐、3代目、レコード大賞取ったね、流星。で、安室奈美恵、綾華、騎士団、生き物係、美和、AKB、世界の終わり、E-Girls というのが1位から20位に入っていて、レンタルランキングを見たら、やっと一つ AKB が出てきたんですけど、出てきた AKB は、なんとですね、恋チューンが入ってるっていうことなんですね。つまり、今年のヒット曲、いわゆる、4、5枚出してますが、このヒット曲は、レンタルランキングに AKB としてはランクインしていないということになります。では、セルランキングを見ていくと、こんな結果になります。これ同じ TSUTAYAさんのもので見ていますが、これ見ると AKB がランクインしています。ね、ランクインしています。で、ここ見てもらうと分かりのように AKB がランクインしています。つまり、ここの2つのランキングの差っていうのはかなりちょっと面白くて、というのは同じスペースに大体ですね、もう一回ちょっとレンタルの方見ますよ。これレンタルランキングですね。TSUTAYAという同じ場所でセルとレンタルと両方やっているわけですね。TSUTAYAさんというのはね。なので、いわゆる Amazon ランキングとか iTunes ランキングみたいな感じで、最初から特化してるんではなくて、両方あるとこで買おうとしている人たちが、買うのか借りるのかといったときに、買う方は AKB が多いけど、レンタルする方に AKB がいないということになります。こうなってくると、もう、皆さんお分かりのように、いかに AKB の曲が、買う目的で買われている。じゃあ、買う目的は何かっていうと、聴く目的ではない。聴く目的なら、レンタルして聴けばいいと思うし、ね、いいじゃないですか。安く買えるし、iTunes に入れて、携帯で聴ければいいじゃんと思うわけだけど、実際には、こういうふうになってくると、やはり CD を、聞く目的ではなくて、CD についている別のものを必要だから買わざるを得ない状態になってるってことが、この2つを比較するとすごくよくわかると思うんですよね。なので、そう考えていくと、意外にこのレンタルのランキング、これ今レンタルのランキングをお見せしてるんですが、レンタルっていうのは、一人の人が、何回も同じシングルを借りるっていうことは多分ほぼないですよね。なので、一人、一回。しかも、iTunes とか、例えばね、いろんな他のランキング、あるんですけど、それぞれのものに関して言えば、iTunes にね、例えばジャニーズだったりすると、出してないわけですね、曲をね。そうすると、どうしてもそれが偏ってしまうんですが、今のところ、レンタルをしてない CD っていうのはほぼなくて、なので、売っているものとレンタルしているものっていうのはほぼ同じ。つまり、売っているものっていうのはリリースしたシングルで考えていくと、それをユニークにする。一人に絞って、どの曲が一番聴かれたかっていう視点にすると、このレンタルランキングが一番正しいんじゃないかなっていうような感じがします。
そうすると今回のランキングではやっぱ嵐が来ていて、ここにゲラゲラ棒が来てるっていうとこなんかは、面白い結果になってるなという気がするんですね。でここの中に、出てこないのが、松たか子さんの、レッドイットゴーが出てこないということなんですね。でこれ面白いのはいわゆるサントラという位置づけで、買ってる方が多いのでシングルではなくてアルバムの方のランキングになるからおそらくこのレンタルランキングとかシングルランキングってとこに入ってこないんですよね。だから、この辺がですね、まあ今年を象徴する曲ではあったんですが、この辺がずれてるとこの要素になってるんじゃないかなっていう気がしますよね。そうすると、やはり、そのメディアが、まあ非常に複雑になっていて、アーティスト側が出すものが、まあ一時ね、例えばグレーなんかも、ビデオシングルとかもありましたが、ビデオしかないので、CD とかでは、ない、ね、というものがあったりすると、結局これ、CD ランキングに入らないわけですよね。なので、まあ、そういうね、ちょっと特殊なものはあるんですが、まあ、今回、Let It Go を除いてみると、これがほぼ今年のランキングとして見ていった方がいいのかなという気がしますよね。ということで、このレンタルランキングの方を見るとですね、まあ、騎士団とかですね、生き物係とか、この辺まで世界の終わりとか見ていくと、この辺からね、本当は、レコード大賞が出る。まあ、今回のレディは、やっぱり、レコード大賞は、Let It Go か、もしくは嵐が取るべきだったんじゃないかな、と、やっぱ思いますよね。はい。ということで、今日はですね、ツタヤさんの、レンタルランキングを紹介して、セルランキングとの違い、お伝えしました。音楽コンサルタント、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。